こちらはセイフレイになります。セイ公園での自然開花が7月下旬の品種になります。自然開花が少し遅い品種ですので、伝承栽培でもシェード栽培でも少し開花は遅くなります。ですが、生育と開花揃いともに比較的にいい品種になります。また茎が硬くよく伸びるため作りやすいのが特徴になります。伝承のみで栽培すると生パレットより少し早く開花します。伝承栽培だけでもいいですが、高温になると側枝が横張りしてくるので、その場合は少しシェードをすると木姿が素直になります。